はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップをやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。相手見つかる。行きましょう。お、ワンミスティークの構え自体はできている。しかしスーパーフローか。1つ目、これはなるほど、なぜかスーパーフローに置いてくる。ワシントン DC ですね。とりあえずポラちゃん置いとくか。あ、どうしようかな、こっち置くか。真ん中でね、ウォン・ミスティック、シルバーサーファーみたいな動きをしたいので、まあ、未知のロケーションにポラリス置いていきましょう。相手は、ファルコン、スーパーフローにサイド置いてくる。アティラン、ちょっと待ってくれ。手札悪くないのでアティランは嫌だね。しかし書き換える術もないので真ん中にウォンだけ置きましょうか。さあ、相手はエージェントサーティとサイオック。なるほどねと。さあ、せっかくのいい手札が戻ってしまう。さあ、スーパーフロー、5コスト。これはね、セラ置きたいですね。セラ置きましょう。アイアンマン、まあスーパーフローはね、最後に、2コスになった3コストを置くことで上げていきましょうかね。スーパーフロー、これ6点、一旦リーダーもありだね。ここ、いや、ラストリーダーか、やっぱり。そうだね、もうコストいらないから、ファンタ、アイアンハート、いや違うな、シル、ん、あ、いや、いいのか、アイアンハート、シルバーサーファー、これでいこう。さあさあさあ、おっと、マンティス、1枚抜かれる。コレクター、さらにビースト、回収していく、回収していく。そっか、真ん中かわされたか。ただし、アイアンハートでも結構な火力は出るし、シルバーサーファー、シルバーサーファー、スーパーフローもまだ逆転可能だよ。チャベさん。あ、これチャベさんでシル、スーパーフロー逆転する方が確実か。いや、リーダーでもいいよな。リーダーでシルバース、あ、スーパーフロー逆転しながら、まあでもコレクターの可能性があるか。他のロケーションは鉄板だから、あれだね。チャベさんでいいですね。オッケー。行きましょう。まあ、アティランは確実として、おっと、結構いっぱい出てくる。ミスティック対象なし。エージェントサーティ、あっと、エージェントサーティで手札が増えるか。まあ、それでも、関係ないっすね、ここまで。差がついてれば。オッケー、勝利。よし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 。さあ、次行ってみましょう。行きまーす。相手が、おっと、見つかる。さて、行きましょう。ミラーディメンション保留ですね。ロケーションなんだかわかんないよと。そしてオズコープ、ちょっと出しにくい。そうだね、ちょっと未知のロケーションよりはミラーディメンションの方がいいかな。相手もそっちに出す。サンスポーボッ、そして、最後のロケーションが、あ、シニスターロンドン。ほー、あー、シニスターロンドンもやりにくいね。かといって、まあ出さないのも無駄になっちゃうので、ミラーディメンションにファンタ置きましょうか。
オッケー。シニスターでコピーしてもムズコープに飛ぶとね、このターンちょっと相手に渡しちゃうことになるからね。さあ相手レディシフ切り裂いていく。さあ入れ替える。でミラーディメンションがこのターンに、うん、そんな気はした。オズコープになるんだね。はい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 。これはアイアンハートとアイスマン増やしましょうか。ちょっと溢れそうにないからね。かといっ、うん、しかしね、セラがちょっと空振り気味になりそうな気もするんだけどね。手札がなくて。まあ、これでいきましょう。あ、しまった。出す順番間違えた。バカバカバカ。ははこういうボンミスやるから。お、相手は、降臨ウィング。あ、これあれだ。手札いっぱいになっちゃうやつだ。あ、でもコレクター。アイアンハート出す順番間違えてる。アイアンハート、まあ2枚目は無駄にならない。そしてアイスマンでコスト上げる。アイスマンでコスト上げる。そうだね。まあこれだったら、完全に場は埋まりきらないから、セラちゃん増やしますか。セラ増やせば、シルバーサーファーと、シルバーサーファーと、チャベさん一緒に出せるかな。オッケーオッケーオッケー。チャベさん来る。そうしたら、まあ、チャベさんシャンチーもいけるけど、オズコープが埋まってんだよな。ただドラキュラが怖いか。まあ、チャベさんを増やすがシンプルに強いよね。で、サーファー置きましょうか。オッケー、これはいけるでしょう。あ、どうだろうね。ドラキュラが未知数だけど、手札は3枚か。こっちのがいいか。チャベさんは真ん中に飛ぶように仕組む。オッケー、これならいける。スナップしましょう。多分大丈夫でしょう。相手もそこに出す。チャベさん2枚。で、サーファーが飛ぶ。ソードマスターなら勝ち。あ、でもドラキュラ次第？いや、それでも。スウォーム引いてるよ。あ、違う、スウォームは増えたやつか。あー、はい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 。危な、真ん中は帰ってたね。手札3枚。まあドラキュラでも、ドラキュラであと3点出てたら怖かったのか。意外と接戦。危なかったぜ。ほいほいほいと。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。